横浜の西川選手です2失点となってしまいましたが今日の90分、振り返っていかかがですかそうですすそう前半はチャンスも多く作れていい形でやれてたんですけど、まあち,ょっとまあ、ちょっと不運な形で失点してしまったので,、まあ、でも後半、立て直してやりたかったんですけどまたきょうは古巣での戦いでした、そのあたり特別な思いはありましたか そうですね。まあやっぱり6年半お世話になったクラブですし。しまあ、ここのピッチでやれるって言うのは特別な思いはあったし。まあなんとかこう。勝利したかったですけど。まあそこは残念ですね。はい。次はホームでの戦いになります。次節へ向けてお願いします。えー、まあ、まだまだプレーオフの可能性あります。し、まあこれで終わっ。全て終わったわけじゃないんで、下を向かずに切り替えて。 またいい準備して試合に臨みたい,と思います、はい、ありがとうございました。